いやー、海にまつわる怪談、皆さんに聞いてもらいましたけども、次はね、海でトラウマだったり、そういう話もしていきたいなと思って。あ、我々の話ってこと。まあ、僕からちょっとお話させてもらいますわ。まあ、友達が免許取ったりしてた時なんで、20代ですよ。ドライブによく行ってたんですよ。しかも集団で。夏場でしたね。何もすることないから、なんか大きい車に乗ってた思い出があるんですよね。だから5、6人はいたと思うんですよ、男だけで。で、深夜1時、2時ぐらいまで走ってたんですよ。じゃあ、なんか悪乗りというか、こう、須磨のビーチ行こうぜって誰かが言い出して、須磨ビーチってあるんですよ、兵庫県の神戸にね、海水浴場が。でも深夜2時に誰もいないんですよ。でも行こうって言って。で、行って、もし女の子がいたら、じゃんけんで負けたやつがナンパすることって言われたんですよ。その時間にいる女の子ってちょっと一筋縄ではないで確かしに。ょうけどね。そう。もう暇すぎたんでしょうね。で、じゃんけんで僕が負けたんですよ。まあでも2時やし、そんなんおらんなと思って。で、スマのビーチ着いて駐車場止めて、みんなでバーッと行ってたら、ポツンと砂浜に2人いるんですよ。で、うわ、おるわと思って。でも行ってこいやっていう感じで、分かったって言って、もうどうする、これ、なんかおるんも変やし、2時に2人でいるんですよ。まあ、それでどうせ成功せんやろうと思って、何してはるんですかって聞いたんですよ。もちろん、すっごい綺麗な子で、一人。そんな夜中に声かけてきたのに、すごい気さくに喋ってくれたんですよ。で、これナンパが成功したんですよ。で、そのまま車で帰って、まあ、深夜までやってるファミリーレストランでご飯食べて、なんか連絡先をね、その綺麗な子が僕にめっちゃ聞いてくるんですよ。で、連絡先も交換して、そっから付き合いが始まるんですけど、お付き合いはしてないんですよ。こう、すごい誘ってくるんですよ、デートに。で、映画見に行ったり、飲みに行ったりとか、何回かして、で、今日は、家に来てほしいって言われたんですよ。で、池田、大阪の池田ですよ。池田に家があるから、実家なんやけど、もう誰もおらへんからって言って連れて行かれたんです、昼間に。で、夕方まで、その女の子の部屋で喋ってて、まあ、いよいよ、なんか、セクシーなムードになってきたんですよね、ちょっと。で、あれ?みたいな。あれ?ってこう、ちょっとセクシーなムードになった時に、横の襖を隔てた部屋から、さーって扉が開いて、襖が開いて、お父さんとお兄ちゃんが出てきて、で、マルチの勧誘が始まったんですよ。そういうことか。最初からそれが目的だったんだなって。悲しい出来事でしたね。ありがとうございました。つら。そんな思い出がありますね。向こうもね、深夜2時に変な男が声かけてきたからかもだと。そうですね。まあでも、デートできたから、チャラですね。よかったね。ええ。前向きですね。いい思い出は確かにできた。吉田さん、なんかありますか？いや、私はだ本当にトラウマです。本当のトラウマ。だからまあ別にちょっと笑える話でも何でもないんですけど、湘南ですね。湘南の海で、私別にまあ海も泳ぎも好きだったんで、23歳ぐらいの時かな、友達の家が湘南にあって、で、そいつの家行って、で、泳いでたんですよ。で、バシャ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 泳いでて、まあ、結構、まあ、そういったもサーファーで泳ぎはすごい得意なやつなんで、一緒になってこうね、まあ、私も別に泳ぎ不得意じゃないから泳いでるうちにすっごい沖の方行ったんですよ。で、そこで突然波が高くなってきて、あ、これやばいねっつって、まあ、それですごい泳ぎが得意だから、あ、もう戻ろうか戻ろうかみたいな感じになってる時に、まあ、ライフセーバーの人も来てくれて、あ、大丈夫ですかみたいな、ちょっともう戻った方がいいですよって言われて、ああ、はい、わかりました、わかりましたっつって。もう得意な自信があったんで、戻ろうとしたんですけど、戻れないんですよね、うわ波が高くて。で、結構、あ、やばいなと思って、で、しかも、まあ、
こう普通にクロール俺ちゃんとできないんで、うん、まあ、平泳ぎとか、うん、まあ、クロールもどきみたいなのやるとやっぱり口に水がね、海水が入ってきちゃったりして、うん、はい、やべってちょっと慌てて、これどうしよう、あれ俺溺れる、死、えみたいになった時にふっと、うん、もうすごい昔の記憶が蘇ってきたんですよね。走馬灯みたいな、うん、そう、それはでもあのはっきり言ってたエピソードで、うん、小学校3年生か4年生の戸田先生、うんうん、なんですよ。あの3、4年の担当が戸田先生だったんで、3年生の時は4年生の時ですね、の女の先生なんですけど、その先生が何かのきっかけで授業を中断して話したことがあって、それはどこだったっけ、新潟か、新潟の海で一人で泳いでて、その先生もなんか水泳とかやってたんで、すごい泳ぎが得意だったんで調子に乗って沖まで行ったと。でやっぱりその時に何かこうパッて見たら陸地が見えなくなっちゃったらしいですよ。泳ぎすぎて、あれやばい、どっちが陸地だったかなと思って、もう周りも人がいないし、で当時はそんなライフセーバーなんてあんまりね、あの浜辺にいたりしないから、あどうしようどうしようどうしようって思って、とにかく背泳ぎをしたと。背泳ぎ、とにかく背泳ぎをして、でもういつか陸地にたどり着くだろうと思って陸地の方に目指してずーっと背泳ぎしたって、うん、2時間したって言う。2時間背泳ぎしたらようやく、まあそのまあ、2時間ちょっと手前ぐらいで陸地が見えてきて、うん、ああやったと思って、そのそっちの方にずーっと背泳ぎに行って、うん、で着いて、したらもう山形県だったって言ってました。山形県に着いて、で水着ですよ、まあ、若い女の水着姿なんですけど、そのままもう土地の人にいろいろ行ってバス乗って新潟まで帰ってきた。すげえ。っていうのをパーッて頭にこうひらめいて、背泳ぎだっつってパーッてこうずーっと背泳ぎして、まあ2時間はないけど結構長かったですよ。15分ぐらいしたから、行きつ戻りつだからってやって、でも本当に足が立つところまで来た時の安堵感ね。お、私それ以降絶対に海で泳がないって決意した。助かったんですね。でもだから今日海で泳ぐ海で泳ぐって主張してましたけど、うん、ごめんなさい、あれ嘘です。絶対にもう海で泳がない。いやでも確かに怖いわそれ、うん、まあ、あと缶チューハイ2本飲んでたっていうのもねちょっとあるんで、まあ、あの普段のパフォーマンスだったらもっとスムーズに浜辺に戻れたかもしれないけど、みんなね、あのお酒飲んで海には絶対に入らないようにした方がいいですよ。沖の方行くといつの間にかこう流されて、分からんと流されてね。離岸流とかもあるしね、うん、まあ、本当よくご無事でしたね吉田さん。絶対海で泳ぎなさい。次お二人。はい、じゃあ私のトラウマなんですけど、あの地元が茨城県 で太平洋に面してるんですよね。割と遊びに行くといったら海みたいな幼少期だったんですよ。でまあ、冬の時期とか本当寒いし海荒れてるんで行けないんですけど、5月になると、まあ、潮干狩りに行こうっていうことで、まあ、家族がね計画してくれるんですよ。で、ある時その潮干狩り大会があると、大会、はい、いうことをこう母親から聞かされて、でその波打ち際あたりに大量 の、 その貝が巻かれる、うん、でそれをこうみんなで拾うというイベントだよと、うん、でこれ行ってみようってなって、で私水遊び当時大好きだったので、もうそれはそれは楽しみに1ヶ月前ぐらいからいろいろ準備してたんですよね。水着買ったり、その潮干狩り用のスコップとかシャベルとか、なんかバケツとか買ってみたりとかして、でいよいよ当日迎えるんですよ。お天気になるかな、ちゃんと晴れて、でその貝を撒く時間っていうのが夕方頃だったんですよね。で昼過ぎに着いてお弁当とか食べたりして、それを待って、でいよいよこの砂浜一帯でその潮干狩り大会になりますから、皆さん一旦ここの砂浜から出てくださいということで、その海水浴客がビーチから出されるんですよ。でその貝巻き車みたいなのが動員されて、多分あの普段田んぼとかで動いてる車だと思うんですけど、砂にこうちょっと穴を掘ってそこに貝をポンポンポンって埋めていくみたいな車で、でも私の気持ちはもう最高潮にこう高まってきて、貝取りたい取りたい。で子供は、ここまで来てくださいという線がこう設けられていて、
で大人はここまでですと、うん、だいぶまあ 20〜30メートルぐらい後ろにこう線が張られていて、で用意ドンで砂浜に行って撮っていいですよっていうことだったんですよね。でその日子供すごい少なかったんですよ。私足が速かったんで、あこれいっぱい取れるなっていうことで、その子供用の線の真ん前で待機してたら、気づいたら周りに大人がいっぱいいるんですよね、うん、で全員ヤンキーなんですよ、大人っていうか、まあ、じゃあ10代かもしれないけど、10代から上のありとあらゆるヤンキーです30代40代の30代40代50代60代のヤンキー60のヤンキーいますから茨城には。あ、いるか、茨城。そうで、あの海ってこの拡声器で大きいねこのアナウンス流れるじゃないですか、うん、そういうので皆さんルール守ってください、大人の方大人の線まで下がってください、うん、言うんですけど誰も守らないんですよ。うるせえなみたいなことを言ってるんですよ、心の人が。怖いんですよね。でもうルール守ってもらわないと始められないから、みんな下がってください、だんだんボルテージ上がってきても誰も聞かない。でそのスタッフみたいな人も来て、ほら下がって下がってみたいな言うけど誰も下がらない。すごいな、うるせえみたいな喧嘩始まったりとかして、でとうとうその拡声器から、おめえらふざけんじゃねえって、下がれクソボケみたいな怒声が飛ぶんですよ。イベント中止になんないのがすごいですよね。それでも、もう誰も守らない、もうなんなら用意ドンが始まる前からもう行っていいんじゃないかっていうヤンキーたちがゾロゾロって、もうなんかちょっと数メートル歩き始めたら、もうそこから雪崩のように、もう大人たちのヤンキーのこの波がドワーってきて、ヤンキーの波で私はそこで転ぶんですよね。で大人に踏まれて、ドドドドドって体踏まれて、大人がうわーって言って、まるで原始人のように砂浜で貝を掘りまくってるわけですよ、ヤンキーたちが縄文人みたいな、縄文人こうやって貝を掘りまくってるわけですよ、えげつない道具を使って、えげつない道具そう、大人の経済力のえげつない道具を使って、で私がその海岸にボロボロでたどり着いた頃にはもう貝なんてないんですよ、全部掘り返されてる。でも私泣きながらなんとか掘ってどっかにないかと思って、でそしたらコツンっていう感触がこうスコップに当たって、でハマグリがヒットしたんですよね。あ一個あったと思って、やったと思ったら、後ろから見てたヤンキーがそれを取って、ガキが見つけたぞって言って持って行ってしまった。私はそれから地元のことを大変苦手になってしまったんですよね。海を見ると思い出す、そんなエピソードです。ちょっと無法地帯すぎませんマジでどこ行ってもこうだったんですよ。でも言うても潮干狩りじゃないですか、うん、ただの潮干狩りですよ。現金とかだったらね、そうまだ分かるというか、そのなんでそこは可愛いの、目的は可愛いのにやってることはえげつない、うん、大洗とかまさに、うん、ああそこで、でも大洗海岸で大学生の時にちょっと麻雀しようって、なんかこう、うん、大学じゃねえや、もう社会人だ、うん、社会人の時に男3人で住んでる時があって、うん、一軒家にね、うん、でなんかちょっと夜の浜辺で麻雀したくないって話になってでもう一人あの大学の後輩誘って大洗海岸まで、夏場とかでしょ、ね、夏場車すっ飛ばして、うん、で浜辺にこう なんとか工夫してジャンタク作って、うん、もう本当に波の音を聞きながら麻雀してたら、ちょうどなんかヤンキーっていうか暴走族の集会の日だったみたいで、ものすごいヤンシャーが来るんですよ、うん、バイクとかもワン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 って、うわやっべーと思いながらあそれポンとかやってたんですけどでもめちゃめちゃもう電飾とかもあるし、もううわーって騒いでるのに、でうちは結構いい位置で浜辺で麻雀したけど、そこだけ誰も来ないんですよ。そうやろな、異質やもん、ぽっかりそこだけ結構遠巻きに周回してて、ヤンキーの怖いやろ、完全に闇のなんか黒魔術とかしてんだろうなって黒ミサとか行ってんだろうなジャラ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 4人 で私茨城のヤンキーにはあまり悪い印象なかったんですけどいや最後はい林くん、溺れたことが数回あって、
で海もあるんですけど、まあ、いろんなところで溺れてもちょっと紹介していきたいんですけど、あの海の学習って言って岡山ってあの瀬戸内海の方でカヌーみたいにあるんですよ。みんなで持ってガー漕いで行ってちょっと遠くまで行こうかみたいな、その時にチームで分かれるんですよ、何人かで。で、カヌーで持ってわーって行くんですけど、ちょっと海の方進んだぐらい先生が見なくなったぐらいの時にこいつとチームやだって言われて、僕だけボール取り上げられてみんなで漕いで行ってましたね。俺は中央に座らされて、はい、こんなんで、でみんなが漕いで行った船でぐーっと進んでいって、でぐっとまた戻ってくるみたいな。かわいそうすぎる。逆に言うと偉い人みたいじゃん。まあ、そうですね。こうやってました。お前とは漕ぎたくないと思いました。きつい状況やな。ちゃんとあの1、2は声出しましたよ僕。強出さないとダメなんで1、2、1、2、1、2ってやったのは覚えてますね。だってそんなんが結構あって、あともう今結婚してますけどまだしてない時期になんかあの豊島園、あそこ大きいプールがあって、はい、あのカッコつけたかったんですよね。僕全然泳げないんですけど、うん、でその奥さんと一緒に行って、行って、うん、で、あの全然泳げないんですけどカッコつけてもうて、あの足のつかんとこ行こやって言ったんですよ、うん、よしゃいいのに。で僕は全く泳げないんで、であの子は奥さんはあのずっとちっちゃい頃から海で泳いでたからものすごい泳ぐのがうまいし早いんですよ、うん、力強いクロール平泳ぎしてどんどん進んでいくんですよ。で俺それ負けんとついていかなと思ってクロールも何もできないからもう犬かきでついていってて、ずっとしたら今だ覚えてるんですけどライフセーバーがこれ溺れてんのか溺れてないのかわからないからずっとこれ溺れてんのかで結構進んだ足つかんくなった時に本当溺れちゃって死ぬって思ったら後ろからグッて腕で掴まれて陸まで連れてかれて、よかったライフセーバーやーと思ったうちの奥さんで、大丈夫かもう陸だぜって言われてかっこいいむちゃくちゃ好きになりました。逆なのよ。まあまあ海の話もあって、ちっちゃい頃に父親と行ったんですよね、海に家族で行って、だからちっちゃいのに進んで行ってで溺れたんですよ、はい、ほらなんか聞こえてんのがあの子溺れてるよって言って、うん、それを父親が見て走ってきてでグッと掴んでくれて陸まで上げてくれたんですけど、身元でめんどくさその覚えてて、それから俺はもう海に行かんとこって決めて、泳がんとこって決めて、全くそれから本当に十何年プールも行ってないし泳ぎもしてないです、そんなんばっか、うん、もうちょっと溺れすぎだから速さも悪いよね。一回溺れたらもう二度とやんなきゃいけない。結構溺れても溺れてもチャレンジしますね。沖縄初めて行った時もあの美ら海水族館行ったんですよ、はい、でみんなで見ようってチームで行ったんですけど、このチームとは俺この沖縄来て美ら海水族館が最初の思い出なんのかと思って嫌で、入り口であの座り込みしましたね。えそのガンジーみたいな、そうそう、もう座って、俺はこのチームとは行きたくない、ここで思い出を作りたくないっつって座り込みしてずっと。えで、もうそれはしょうがないっつって先生だから見てないです、まだ美ら海。それすらもなんか溺れてる感じですね。いや溺れてない、陸やから。いや傷ついてますね。いや、いい話が続きました。本当にあの海にまつわる怪談から海にまつわる、まあ、トラウマ話、うん、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。